はい、土パフォーマンスです。今日はまたボンドボディに、ちょっとお邪魔してます。っていうのも今回こちらの、キグ1カレラをちょっと自己修理で、入庫してちょっと修理してもらって、ちょっとその様子を、シリーズ化してお届けしたいなと思ってます。でちょっとお車の紹介は、ちょっと一旦置いといて、ちょっと改めて、ボンドボディの、紹介をさせていただきたいなと思います。前回の動画でもお話しさせていただいたんですけれども、ボンドボディは、自己修理やペイントカスタムまでお任せのボンドグループ板金塗装の部署になります。で場所は埼玉県志木市になります。さいたま市方面から、荒川を羽倉橋ですね、渡っていただいて、右手すぐの場所になります。右手に見える、大きなボンドの看板が目印になりますね。ちょっと入り口の方から紹介させていただきたいと思います。はい、でこちらが、ボンドボディの、建物になります。で手前が駐車場約20台、ボンドボディの駐車場になります。で、お預かりの車だったりで、いっぱいなこともありますんで、来店時止められなければ真ん中に止めていただいて、お近くのスタッフまでお声掛けいただければ対応させていただきますんで、お気軽にご来店ください。でちょっと中の方も、本来であれば自己修理などでお預かりの車が多いんで、本来はちょっと立ち入り禁止なんですけれども、今回ちょっと特別に中の方も見ていきたいと思います。それではちょっと行ってみましょう。で建物、左側の建物ですねの、手前側こちらが、一応フロントになってます。でこちらがボンドボディの、フロントになります。受付などはこちらでお声掛けいただければ全て対応できます。で待合スペースだったりだとか、あとはカーボンパーツなんかのディスプレイも、展示させていただいてます。ちょっと、そしたら、ピットの方も見ていきたいと思います。で一応こちらで、全部自己修理だったり、ペイントなんかの作業をしてますね。で車が 1,2,3,4,9 台ぐらい、同時に作業がこちらの建物で可能になってます。でリフトなんかもありますので、下回りの整備だったり修理なんかも全て対応できるようになってます。でちょっともう一棟の建物の方を見てみます。でこちらも同様に 1,2,3 5台、6台ぐらい、作業が可能なスペースになってます。はい、でこちらは一応タイヤチェンジャーとバランサーも、完備してますので、タイヤコイルの組み込み交換、全て対応可能です。こちらには塗装ブースも、2つ、完備されてます。パーツの、塗装から、車丸ごと、全塗装なんかも、全て対応可能です。こちらが塗装に使う、塗料の調色室になります。ボンドボディでは、さまざまなメーカーの、さまざまな車種に対応するために、多くの、塗料を用意して対応しています。朝食に関しては、最新の機械を使った、朝食に加えて、職人の、長年の経験で、アレンジを加えて、より原車に合わせて、ペイントをさせていただいてます。はい、というわけでちょっとざっくりになってしまうんですけれども、ボンドボディの、店舗紹介をさせていただきました。でどうしてもちょっと、ノウハウの部分だったりだとか、あとは特殊な技術の部分に関してはちょっと、ご紹介できない部分も多くあったんですけれども、こんな感じで自己修理から、ペイントのカスタマイズまで、全てお任せの部署になります。で基本的には、ボンドグループで各店で受付をしていただいて、車両がこちらで作業される形になるんですけれども、ボンドボディに直接お越しいただいてご相談いただいてももちろん、対応可能です。ぜひお問い合わせください。はい、でちょっと話は戻りまして、ちょっと、今回自己修理で、お願いする、車の方をちょっと見て、使用の方も確認していきたいと思います。で一応、今回修理していただく車が、991カレラ、になります。でちょっとそしたら、車の使用を、ちょっと見ていきたいと思います。車全体的にこれローダウンされてて BC4 ジドの LE21、単造ホイールが装着されていますね。で結構本気で走る車みたいなんで、結構ブレーキのダストでちょっと汚れちゃってますけど、その辺が本気な感じがします。結構決まってるお車ですね。で以前にもこちらボンドボディで、入庫したことがあるので、この辺のドアの付け根なんかがもうペイント済みになってたりします。本来はこちらのパネルみたいなこのザラザラの、樹脂なんですけれども、運転しててここはちょっと見えてこうちょっと安っぽい感じが出ちゃうんで、ボディ同色に、過去
ボンドボディでペイントさせていただいてます。まとまり感が出ていいですよね。ちょっとポルシェおすすめのペイントカスタマイズです。であとはリアですね。こちらのカーボンパーツなんかも、全部ボンドボディで、取り付けを行っています。まあ、かなりしっかり、やっぱり走られる車なんで、まあ、しっかりとした取り付けが、必要なんですね。はい、っていう感じで、結構決まったお車なんですけども、こちらの車の、今回この部分ですね、バンパーの下側はここちょっと何かに引っ掛けちゃって、まあ、ちょっと壊れちゃってますんで、まあ、こちらの部分を今回ちょっと、ボンドボディにお願いして、修理していただこうと思います。そしたらですね、ボンドボディの動画でおなじみ、川久保くんに今回ちょっとこちらの作業の、段取りというか、まあ、手順をちょっと、教えてもらおうかなと思います。で、今回これどんな感じの修理になります？バンパーは交換しないっていうことなんですけど、まあ、ちぎれちゃったりしてるんですけども、まあ、はい、なんとなくかけらが残ってるんで、なるべくこれを生かしつつ、まあ、溶着、まあ、溶かし込んで一体したり、あとは、はい、まあ、前回使ったパネルブンドを使うかちょっとそれ外してみてって感じですね。そうですね、どこまで損傷がいってるのか、はい、でもこっちの方まで結構ガリガリになっちゃってるんで、はい、まあ、この辺を、まあ、パーツの修復をしてって感じ。はい、そのためにこれバンパーは取り外す感じですね。外しますね、はい、裏からの作業もあるんで、はい、なるほど、はい、でこの辺を修復して、でなんかこう飛び石だったりだとか、はい、この辺なんかちょっとシャッターが当たっちゃった傷があるみたいな、まあ、この辺のちょっと修復もお願いする感じになって、そうですね、一通り全部傷は塗って、はい、修復していきます。そうするとじゃあ外して、まあ、再成形して、はい、まあ、あとは塗り直して組み付けてる感じですか、ね、そうですね、はい、その辺も全部お任せっていう感じですね。ああ、そうですね。それじゃあこれからじゃあお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回は、ボンドボディの店舗紹介と、あとは自己修理をお願いする、991、彼らの、ちょっと紹介をさせていただきました。で、修理の様子は、ちょっとシリーズ化して、何回かに分けてご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。